どんどんだけ、ほら、できるだけその相手のストロングを発揮させない形にしながら、自分たちのストロングを発揮できるように、そういうことで、今チームを組んで、プレスも組んで、でボールをしっかり、まあ、敵陣でできるだけやっぱりプレーをする時間をたくさん作ろうっていうことは、小さくプレーすることで大きくプレーをしながら敵陣にしっかり入っていって、でゲームを進めるようにっていう話をして、試合に臨んだのかな。まあ強いですからね、力のあるチームなんで、キャンプの時も対戦はしたチームなんで、どういった個人がいて、どういった、能力のギャップというよりは、まあ、経験の違いもあるんでしょうし、身体的なたくましさもあるチームなんで、もちろん苦しくなる時間帯もあるのは分かってたんですけど、まあ、それでも僕うまくこうプレーを制限したり奪えたりこぼれを取ったりで、センターバックも恐れずにラインをコントロールして競り合いもしてっていうふうに言ってきてたと思うので、今日の試合の流れまた彼らがつかめたものっていうのは、逃げずにプレーしたからこそ多いんじゃないかなとは感じています。ピッチコンディションは良かったんじゃないかなと基本的には思ってます。で確かにあの瞬間ひょっとするとあそこがちょっと、ね、イレギュラーしたように見えた部分もあったんですけど、まあ、基本的にどういう時にどう前進を試みて、あとはどういう時に相手のプレスを外す長いボールを使うかっていうのは、まあ、トレーニングと準備のところで共有はしてて、であのプレーに関してはあれは僕らとしてはやるべきプレーだと思いますし、そこでもし引っかかったとしても、まあ、選手にそれが責任があるかっていうと、まあ、何もないっていうのと、僕自身があんなのは何とも思わない人間なんで失点しない方がいいんでしょうけど、そのマインドでずっとプレーをしてるから僕は後半の例えば時間があったり、まあ、毎試合チャンスが作れてると思ってるので、まあ、環境に応じたプレーっていうのは必要なのはよく分かってますけど、今日のグラウンドで今日の相手でそれをしないで、遠くにボールを持っていってることは必要ないとは思いましたし、もちろんプレーを試みて、エラーになって失点した選手自身は、まあ、悔しさがあったり不安があったりしたと思うんですけど、でもその選手がいないと僕らなり得ないということと、その選手がいてくれてここまでずっとたくましく戦ってこられて、その選手がいて今日もピンチを防げたりチャンスが作れたりしてるから、その中で起こるエラーなんていうのは別に大した問題はないし、それをピックアップして僕は何か言うつもりも全然ないし、さっき加藤にはナイスプレーっていうことと、そのままプレーをやめることはしないでなって話をしました。入ったプレーも含めて僕たちは目指してるし、だからこそ先に進めると思ってるんで、本人にも伝えましたし、チームとしてもそういうことを恐れずに続けていく、マインドはまず持ちながら、また言われてる環境の部分もしっかり見て、もしくは相手のプレスの位置を見て、人の出し方を見て、今日はキーパーから長いボール使ってもらったんですけど、そういうものもしっかり使いながら前進を常にできるチームを目指したいと思います。そうですね、だから1失点目のエラーも含みで、今その出してもらった質問のプレーが出てるっていう僕の認識なんですよね。もちろん試合の中でそういう、まあ、失点につながるようなプレーはない方がいいですし、でそこから学べることもあるし、でもだからこそそういうチャンスが作れてるっていうのは事実なんで、それは選手がよく自分たちっていう部分と相手っていうのを踏まえてプレーができたかなと思うん で今日に関して言うと、まあ、ハーフタイムで千葉のセンターを変えたんですけど、田中もよくやってくれたんですけど、近所すごく良くて、多分彼が、自分と一緒にもし相模湾に来てから一番良いパフォーマンスだったと思うので、まあ、彼と僕は一緒に課題を共有する認識はあるんですけど、まあ、そこをしっかり意識しながら今日はしっかりゲームも作れたと思いますし、最終局面のそのディフェンスの方のカバーリングと、まあ、クロス対応もやってくれたと思うんで、そういった選手たちの、まあ、代わりで出てくる選手も含めて全員でなんかこう今言ってもらったような場面が作れてることがチームが進んできてる一つ証かなと思ってます。
まあ、他の選手とは身体的に違う特徴もありますし、まあ、彼自身のパーソナリティとね、そのメンタリティがすごく他の選手に、ね、ポジティブな影響を与えたり、まあ、そういった部分もあったんですけど、まあ、今日はだから久しぶりにほとんど練習も大してしてなくて、ただ状態はその怪我した分の状態が良かったので、もちろんメンバーに上げて、まあ、もう少し早くとも考えたんですけど、やっぱり復帰間もないのでちょっと時間のところは制限して、で伝えることをしっかり意識した上で難しいシュートを決めてくれたなっていうところが、まあ、さすがストライカーかなっていうところだと思いますし、ただその得点を演出したのも牧山だったりするんで、まあ、交代で入った選手が自分をしっかり表現して、でそれまでもうまく作れてた部分が もう一個そういう意味では結果につながるところまでいけたのがあの場面だと思うんで、そういう意味では、まあ、決めてほしい人に決めてもらえたっていう部分は、まあ、すごくありがたかったなと思います。ただ、まあ、それまで試合でした安藤も前半も決定機ありましたし、後半もあったんで翼のパフォーマンスが良くなかったとか全然ないんです。だからみんな それぞれが自分らしさを発揮してプレーできるようになってきてるんで、じゃあ翼は翼でその迎えたチャンスの 2本決定機やったら1本決められればね、それが最高ですし、でもそうじゃなかったとしてもプレスもこぼれを取る仕事もあのクロスに入る仕事も翼もよくやってたんで、これがまたね、アキラが出て点を取りました。でも翼もいい仕事ができてます。そういう意味ではまたチーム内に健全ななんかこう競争が生まれると思うんで、アキラにはありがとうだし、翼には次は取れるぞっていうことをまた期待しながら進められたらいいかなと思います。前半から続けてることが土台になってたところがあるので、もちろん前半の中でもっと同じような場面が作れたらなっていうのを考えながら、いつも自分を振り返ってトレーニングに臨むんですけど、まあ、だんだん試合がこう自分たちのに来るっていうのは基本的に良いことで、だんだん離れていくってパターンはあるんですけど、僕らはだんだん僕らが来るんで、その理由は多分そうなることを続けていればなと思うし、もちろん相手をしっかり分析をして準備をして臨んでいる部分があるんで、それでも僕は前半も悪くないと思ってる方だから、あとは今日で言えばもっと鋭く背後にやっぱり飛び出すとか入っていくとか、僕は前半ちょっと足らなかったと思ったので、それはハーフタイムに伝えたんで、ひょっとするとそれは少し加速した可能性ありますけど、ただ土台のところとやっぱりその どのようにっていうところは、まあ、一貫したものの中で試合に合わせてやってるので、後半の方が良くなっているところとしてはすごくポジティブですし、それは多分前半もしくは試合に臨むところからこうコツコツやってることがより後半になって形として見えているのかなとは思います。ただ前半からもっとそういった同じような場面が作れることは目指して努力します。